勾配は膜の両側のン濃度の差で表される。開いたコンフォメーションのンチャンネルは細胞膜を越えたイオンの移行を可能にするが、閉じたコンフォメーションでは移行は起こらない。イオンは赤い円で示されている。電位依存性イオンチャネルはチャンネル金傍の膜電位の変化によって活性化されるイオンチャンネルである。膜電位はチャンネルタンパク質のコンフォメーションを変化させ、 チャンネルの開閉を調節する。一般的に細胞膜はイオンを透過させないため、イオンは膜貫通タンパク質のチャンネルを通って拡散する必要がある。電位依存性イオンチャネルは神経組織や筋組織など興奮性細胞で重要な役割を果たし、電位変化に応答した迅速かつ協調的な脱分局を可能にする。電位依存性イオンチャネルは 軸索やシナプス上に存在し、方向性をもって電気信号を伝達する。電位依存性イオンチャネルには通常イオン特異性が存在し、ナトリウムイオン、カリウムイオン、カルシウムイオン、塩化物イオンにそれぞれ特異的なチャンネルが同定されている。チャンネルの開閉は、細胞膜の両側のイオン濃度、すなわち電化勾配の変化によって引き起こされる。 中心部にポアを形成する4つの相当なドメインの配置一般的に電位依存性イオンチャネルは中心部にポアが形成されるように配置されたいくつかのサブユニットから構成されイオンは電気科学的勾配に従ってポアを通って移動するチャンネルにはイオン特異性が存在する傾向があるが似たサイズで似た電荷を持つ異なるイオンが通過することもある 電位依存性イオンチャンネルの機能は、電位センサー、ポア、ゲートという3つの主要なユニットが担っている。NA、K、CA2 チャネルは、中心部にポアを形成するように配置された4つの膜、貫通ドメインから構成される。大部分の NA、CA2 チャネルの場合はこれら4つのドメインは、単一の α サブユニットの一部であるが、大部分の K チャネルでは四つのァサブユニットが、 膜貫通ドメイン一つずつを構成している。膜貫通セグメントは S1 から S6 と表記され、これらはすべてアルフーヘリックスを形成し、それぞれ専門的機能を有する。S5、S6 とポアループはイオンの投下に主要な役割を果たし、チャンネルのゲートとポアを構成する。一方、S1 から S4 は電位センサー領域を構成する。 K チャンネルの4つのサブユニットは同一のものである場合も異なるものである場合もある。中心となる4つの α サブユニットに加えて酸化還元酵素活性を持ちチャンネル機能の調節を行う β サブユニットが存在する場合もある。β サブユニットは細胞膜の内側表面に位置し膜を貫通していない。β サブユニットは小胞体で アルファサブユニットと共に組み立てられる。カリウムチャンネルの結晶学的構造研究からは、膜に電位差が生じると、それに伴う電状によって、カリウムチャンネルのコンフォメーション変化が誘導される。このコンフォメーション変化によって、チャネルが開き、膜を越えたイオンの流入や流出に十分なほど、チャンネルタンパク質の形状が変化する。このノード勾配に従ったイオンの移動によって、 細胞膜の脱分極に十分な電流が発生する。電位依存性ナトリウムチャンネルとカルシウムチャンネルは4つの相同なドメインを持つ1つのポリペプチドから構成される。各ドメインには6本の膜貫通 α ヘリックスが存在する。これらのヘリックスのうち S4 が電位センサーヘリックスである。S4 セグメントには多くの静電化が存在し、 細胞外の高い静電化と反発して、チャネルの平状態が維持される。一般的に、イオンチャネルの電位センサー領域は膜を挟んだ電位の変化の検知を担い、チャネルの開閉を開始する。S1 から S4 のアルファヘリックスが、一般的に、この役割を担っている。カリウムチャネルとナトリウムチャネルでは、電位センサーである S4 ヘリックスの反復モチーフにはまさに対電した。 リジンやアルギニンが含まれている。静止状態では、核 S4 ヘリックスの半分は細胞質と接触している。脱分極が起こると S4 ドメインの性に帯電した残機は膜の細胞外表面に向かって移動する。最初の4つのアルギニンがゲート電流を担っていると考えられており、膜の脱分極に応答したチャンネルの活性化に伴って、 細胞外の溶媒に向かって移動する。タンパク質に結合した112個の静電化が移動することで、チャネルを開くための構造変化が引き起こされる。この移動が起こる正確な気候に関して、これまでのところ合意は得られていないが、現在の理論の例としては、カノニカルモデル、トランスポーターモデル、パドルモデル、ツイストモデルなどが提唱されている。 これらのチャンネルの電位センサードメインの主要な機能的領域には一般的に S3 ビットと S4 ヘリックスからなる領域が含まれており、その形状からパドルと呼ばれているが、この領域は様々な細胞や生物種の間で交換可能な保存された配列であるようである。同様の電位センサーパドルは様々な生物種の電位依存性ホスファターゼの ファミリーでも発見されている。火山に生息する古細菌の生物種のパドル領域をラット脳のカリウムチャンネルに遺伝子工学的に導入するとパドル全体の完全な交換が行われている限り完全に機能するイオンチャネルが得られる。このようなモジュール性によって特徴付けが十分になされていない効果である調整が困難といった制限を受けることなく 単純で安価なモデルシステムを用いてこの領域の機能や疾患における役割、挙動を制御する医薬品の研究を行うことが可能となっている。電位依存性イオンチャネルは一般的には膜の夏分局によって活性化されるが内向き性流性カリウムチャネルなど一部のチャネルは過分局によって活性化される。ゲートはチャネルの電位センサー領域と 協約していると考えられており、イオンの流れに対する機械的な障害物となる部分が含まれるようである。この障害物として機能するセグメントは S6 ドメインであると考えられているが、その正確な機構は不明である。考えられる機構としては、S6 セグメントがハサミのような動きをしてイオンを透過させる、S6 セグメントが2つのセグメントに分かれてイオンを透過させる、あるいは、 S6 自体がゲートの役割を果たしているといったものがある。S4 セグメントの動きが S6 に影響を与える機構はまだ解明されていないが S4、S5 リンカーの動きによって S6 が開くという仮説が立てられている。イオンチャネルの不活性化は開口から数ミリ秒以内に起こる。不活性化はコアの開口を制御する細胞内ゲートによって媒介されると考えられている。 このゲートはボールチェーンモデルとしてモデル化されている。不活性化の際にはチェーンが折りたたまれ、ボールがチャンネルを通過するイオンの流れを遮断する。早い不活性化は S4 セグメントの膜内移動による活性化と直接的に関係しているが、S4 の移動と不活性化ゲートの作動をつなぐ機構は不明である。 ナトリウムチャンネルは多くの異なる細胞種で類似した機能を持つ。人ではナトリウムチャンネルをコードする遺伝子が10種類同定されているが、一般的にそれらの機能は異なる。生物種や細胞種の間で保存されている。人ではカルシウムチャンネルの遺伝子は16種類同定されているが、このタイプのチャンネルは細胞種によって機能が異なる。一部の神経細胞では、 カルシウムチャンネルはナトリウムチャンネルと同様に活動電位を形成する。カルシウムチャンネルはシナプス前神経終末において神経伝達物質の放出にも関与している。大部分の細胞ではカルシウムチャンネルは細胞内のカルシウム濃度の制御に関与しており様々な生科学的過程を調節する。カリウムチャンネルは電位依存性チャンネルの中で最大かつ最も多様な クラスであり、人ではカリウムチャンネルをコードする遺伝子は100以上存在する。これらのチャンネルはゲート機能が大きく異なり、不活性化が極めて遅いものや迅速に不活性化するものなどがある。こうした活性化時間の際は活動電位の発火の持続時間や速度に影響を与え、軸索に沿った電気伝導やシナプス伝達に大きな影響を持つ。 カリウムチャンネルは構造面で他のチャンネルとは異なる。カリウムチャンネルは4つの異なるポリペプチドサブユニットを含んでいるのに対し、他のチャンネルは4つの相同なドメインを持つ単一のポリペプチドから構成される。塩素チャンネルはすべての神経細胞種に存在する。塩素チャネルの主要な役割は神経細胞の興奮の制御であるが、細胞の生電位の維持にも寄与し、 細胞体積の調節も補助する。電位依存性プロトンチャネルは、ヒドロニウムの形態の水素イオンを介して、電流を流し、pH 依存的な脱分極によって活性化される。細胞内の酸を除去する機能を持つ。最近で発現している、タンパク質の系統学的研究により、電位依存性ナトリウムチャンネルスーパーファミリーの存在が明らかにされている。その後の研究により、 内向き性流性カリウムチャンネル、イノシトールマイナス1、4、5トリスリン酸、リアノジン受容体系カルシウムチャンネル、TRP チャンネル、ポリスシスチン型カチオンチャネル、イオンチャネル型グルタミン酸受容体、カルシウム依存性塩素チャンネル、一家、カチオン、プロトンアンチポーター1、カリウムトランスポーターなど、他の様々なイオンチャネルや、トランスポーターが系統学的に、 電位依存性イオンチャネルと関係していることが示されている。ありがとうございます。